はい、スガイです。今日のテーマは無駄に数を追わなくても余裕で成功できる方法ということでお送りしていきたいと思います。まあ、日頃ですね、いろいろな経営者の方から相談を受けているわけなんですけれども、やっぱりね、ほとんどの方は集客をね、うまくいかせたいとか、売り上げをアップしていきたいとか、たくさんのお客さんを集めたいとかっていうのが当然ですし、そうするとですね、当然その集客数、アクセス数、動員数といったね、こういう数を集めたいっていう、そういうふうに思うっていうのは当たり前なんですよね。YouTube であれば再生数であるとか、セミナーをやってればその集客人数とかね、常にね、その数っていうのは重要であるし、気になるところじゃないですか。基本的にはですね、ほとんどの、 この経営者の方、起業家の方っていうのは、この数をね、なるべく多くしたいっていうのが当たり前だと思います。ですけれどもですね、ただ何でもかんでも数字が大きい方がいい、数がね、多い方がいいっていうことかっていうと、必ずしもね、そうじゃないよっていうね、そこのところがね、実は、うまくいくためには、もっと言うと余裕で成功できるようになっていくためには、非常に重要なポイントなんで、今日はね、そのお話をちょっとしたいと思います。で、これってね、人によっていろんなケースがあるんですけれども、例えばですね、こういうケースとかあると思うんですけれども、例えばなるべくお財布に優しい商品の価格で、たくさんのね、お客さんに、提供したいとか、たくさんのお客さんを集めたいんですよっていうふうなことを思って目標をね、おっしゃる方います。で、これってね、なんか一見すごくよく思えますよね。なんかすごく素晴らしいような感じがします。例えば、お金のことをね、それほど気にしないで、参加できる金額で、なるべくたくさんの人にそれを届けたい。これってね、すごくいいような感じがするんですけれども、本当にね、果たしてそうかっていうことを、よく考えてほしいっていうのもあるんですね。そういうすごくね、一見良さそうなことの時は、より一層ね、よく考えてほしいっていうのがあるんですね。どういうことかっていうと、実際にですね、安い価格で、たくさんの人を集めようって言った時に、このたくさんのっていうのは何人集められるかっていう問題がありますよね。で、それはその商品の価格をね、思いっきり抑えた場合は、それを、届ける人数っていうのがある程度大きくないと、全体のね、売上ってあんまり大きくならないですよね。で、これって別に儲からなくてもいいとか、別のところで儲けさせてもらうから、この段階はね、別に、それは持ち出しでも構わないんだよっていうことであれば、全く全然問題がないんですけれども、自分は、その安くて、たくさんの人に供給するのが、世の中のためになるからみたいな感じで、すごくね、いいことをやっているっていうイメージでね、それを実行していこうとしたときに、実際にそれがそうなるかどうかっていうこともありますので、もしね、例えばその人数がね、実際想定したのよりも、5分の1ぐらいしか集まんなかったとしたらどうでしょうね。ただでさえ儲けるところがないような価格で、たくさんの人に提供しようとしているのに、人数がね、少なくなってしまうと、そのプロジェクトが本当に回っていくかどうかっていう問題が出てきますよね。それにですね、もし、それが全部ね、予定の人数たくさん、集まったとしてもですね、そのたくさんの人を本当に満足させるだけのサービスが実際、できるのか、そのサポートであるとかケアであるとかっていう部分でできるのかっていう問題もあったりしますよね。そこのところはね、よく考えないといけないと思うんですよね。で、さっき言いましたように、それはね、まずはこうある意味持ち出しでも構わなくて、ちゃんと儲けを出すための商品はありますから大丈夫ですっていう場合は別にいいんですけれども、ただですね、それが実はまだ全然形にもなってなくって、いつできるかもわからなくって、それでですね、この持ち出しの部分だけをね、やってしまって、頑張っていったときに、目標のね、数字を一生懸命出していこうと思って、必死に頑張ると。頑張るんだけれども、利益はね、当分先にならないと生まれてこないわけですから、その間ずっと頑張らなきゃいけないと。それでその数字を達成しないと全体もね、回っていかないということで数字ばっかり追ってしまうというようなことに陥っていく人が本当に多いんですよね。その商品ね、安く提供してるんだよっていうふうな気持ちがあるかもしれないですけども、実際ね、その安い商品を目当てに来ている人たちは、安い商品だからといって別にね、安いなりでいいんだよっていうふうに思うかどうかっていうのは、それはお客さん次第だったりしますよね。今はね、世の中っていうのは何でもね、無料で手に入ったりすることも多いじゃないですか。だからこっちはね、安く提供しているつもりでも、
もしかしたらね、無料の商品と比べられて無料の方がいいじゃないかみたいな、そんな風なね、せっかく安く提供しているのにこれ有料で金取るのみたいな感じに思う人だって、まあ、中にはいたりするわけですよ。そこまでね、想定しているかどうかっていうことなんですよね。なんで大きな数字を追っていく大変さっていうのと、安いお金でね、お客さんを満足させなきゃいけない、価値を提供していかなきゃいけないっていう、この、両方から阻まれて、労力はかかるけれども、まあ、利益はなかなか生まれてこないっていうんです、まあ、そういう状態に陥っていくっていう人が非常に多いので、まあ、これは非常に要注意だと思います。まあ、お金がね、あんまり入ってこない状態で、まあ、そうやってね、忙しかったりとか、数字も追わなきゃいけないっていう状態になってくると、なかなかね、実際お客さんに、まあ、価値を提供したりとか、サービスを提供するのも、なかなか、大変だし、品質をね、保つのもなかなか難しいっていうところもありますので、結構ね、ちゃんとビジネス全体のね、この利益モデルっていうのをちゃんと考えていかないと、まあ、途中でね、苦しくなってしまうっていうことってあるんですよね。まあ、これはね、今言ったのは、まあ、一つの例ですけれども、他にもね、いろんなパターンはあるかとは思うんですけれども、要はですね、単純に数字が多ければいいっていうのは、まあ、一つのね、考え方ではあるんですけれども、実際にはですね、それだけでは物事っていうのは推し量ることができないっていうのが、まあ、今日ね、まずはね、意識してほしいところなんですけれども、じゃあこれをね、どういうふうに考えていったら、そういう状況に陥らないでね、ある程度余裕を持って、ビジネスを回していく、そして、価値をね、ちゃんとお客さんに提供して、まあ、自分もお客さんもね、幸せになっていける、まあ、豊かなビジネスができていくのかっていうね、その辺のお話をこの後していきたいと思いますので、ぜひですね、最後までしっかり聞いていただけたらと思います。で、僕の YouTube チャンネルでは、こういう売上アップやね、集客をどんどんね、うまくいかせるための、まあ、大事なね、考え方とか、アプローチについて、また動画マーケティングを使ってね、大きくね、ビジネスを成功させていくための、やり方について、どんどんね、お話ししていますので、まだね、登録してないという方は、下のね、赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思います。その隣にお知らせのベルマークもありますので、ぜひですね、そちらの方もチェックしておいていただけたらと思います。あとですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、集客やね、売上アップを実現していく有意義なお話をどんどん配信していますので、下の概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からね、あなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと無料の動画講座の方もプレゼントしてまして、そのお客さんをね、引き寄せるための秘訣についてね、そちらでお届けしていますので、そちらもね、ぜひご活用いただけたらと思います。それではですね、今日の大事なポイントについてお話をしていきたいと思います。さっき言ったみたいなね、単純に数だけを追っていこうとした時に、ついついというか知らず知らずのうちに目の前の数字を追っているだけの、なんというか言ってみればシミュレーションしたね、数字というか、机上の空論でこうなるはずだっていう風なね、その、像だけを追っている感じになってしまって、実際にはですね、お客さんに価値がなかなか届けられなかったりとか、まあ自分自身もね、疲弊してしまって、何かね、本来ね、目指していたこととは違うことになってしまうっていうことって、まあ、結構ね、経営者の方、陥っている場合があるんですよね。じゃあどうしたらいいかっていう話なんですけれども、それをですね、今日は3つのポイントでね、お話ししたいと思います。これがね、今日のその3つのポイントなんですけれども、ご紹介していきますね。まあ、1、自分の好きなもの、得意なもの、お客様が好きなものをよく知る。2、数字金額を安心のステータス基準、かっこ物差しとして使い判断する。かっこ揺るぎないステータスを作る。3、商品サービスの質を極限まで高める。かっこ独自の価値、市場に対する優位。ということで、この3つなんですけれども、まあ、一個一個ね、解説していきたいと思います。1、自分の好きなもの、得意なもの、お客様が好きなものをよく知る、ですけれども、やっぱりですね、数字だけを重視してしまって、自分のね、やっぱり、好きなもの、得意なものから外れていってしまうと、結構ですね、それがしんどくなってしまうということってあると思うんですよね。それがちょっとこれを我慢すればいいんだよっていうようなことだったらまだいいんですけども、やっぱりね、数字をどん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 追っていかなきゃいけないっていうことになったときに、数字は追ってるけども、それが自分の好きなものであったり、まあ、得意なものの提供でなかったりすると、数が増えてきたときに、やっぱりしんどくなってしまうっていうことがあると思います。いかにですね、お客様に価値を提供する、まあ、お客様のためになることだとしてもですよ、まあ、自分が好きなものでなかったり、得意なものでなくって、もっと言うと、我慢してやってるっていうようなことだとしたらですね、ある程度ね、このお金と、バランスが取れてればね、まだいいんですけども、数を追ってった時に、それがね、しんどい状態になっていきやすいと思うんですよね。なので、要注意だっていうことと、
お客様がね、好きなものをよく知るっていうのは、まあ、なんで大事かっていうと、やっぱりお客様が好きなものを、まあ、自分がね、もしこのこちら側からも提供していて、そこが相思相愛になっていたとしたら、まあ、あんまりですね、やっててね、しんどくなりにくいと思うんですよね。自分も好きなもの、得意なものを提供していて、まあ、それがね、お客様の、まあ、好きなものとある程度合致していたら、ああじゃない、こうじゃないっていうね、お客様の不満に対応するみたいなことってあまり必要がなかったりしますね。そのままの自分で、全部が全部とは言わないですけども、ある程度ね、お客様を満足させることができるっていう、この状況になっていると、しんどくはなりにくいとは思うんですよね。でもっと言うと、その時っていうのは、まあ、ある程度ね、例えば金額をつけるんでも、変にね、安売りする必要がないと思うんですね。自分が得意なものだったら、まあ、品質が自然と上がってきやすくなるから、要するに価値っていうのが高いっていうことで、金額も高くつけることが、まあ比較的簡単だと思いますね。で、その時にお客さんも、自然とね、それだけいいものだったら、まあある程度ね、お金を払いましょうっていうの、自然とそうなると思いますね。で、お客さんにとってもそれが好きなものであったら、自然とそれがね、まあ商品として、あるいはある程度ね、高額商品としても成立するってことがあり得ると思うんですよね。まあなんでそうしていくとビジネスがね、変にね、しんどくなりにくいということが、まあ、言えると思いますね。まあ、これが大事な一つ目のポイントですね。で、その2、数字金額を安心のステータス基準、物差しとして使い判断するということなんですけども、これはですね、どういうことかって言いますと、ある程度のね、価格のものだったら、お客さんというのはですね、まあ、それだけの値段がするんだから、まあ、ある程度の品質を求めるっていうこともありますけれども、同時にですね、そうだとしたら、それってある程度、ちゃんとした商品なんだろうっていうことで、まあ、その価格っていうのをね、自然と受け入れることができるっていうことなんですよね。まあ、提供側は、まあ、安くしたらね、お客さんが喜ぶだろうっていうふうに、まあ、善意でね、思っているかもしれないし、もしかしたらね、安くないと買ってもらえないっていうふうなね、恐怖によって、まあ、そういうふうに下げている場合もあるかもしれないですけど、結局ですね、お客さんからしてみたら、安くしてくれてありがとうっていう場合もあるかもしれないですけれども、必ずしもそうじゃなくって、安かったらね、安いなりに、あんまり良くないんじゃないかっていう風な、見方もする場合もあるわけですよね。もっと言うと、数字とかね、お客さんの数が多ければ多い方がいいのか、人気があって素晴らしいのかっていうと、たくさん人が来すぎているから、私はそういうところには行きたくないっていうね、そういうお金持ちだっているかもしれないですよね、例えば。なので、単純に数が多ければ多いほどいいのかっていうと、そうとは限らないってこともあると思います。例えば高級なね、レストランとかで1日何席限定なんていう打ち出しをしているところもあると思うんですけども、これが1日500客をさばいているっていうふうなことを言ったとしたら、なんかあんまり価値がないような感じがしますよね。そんなにたくさんお客さんが来るんだったら、品質がそんなに良くない、まあ例えばレストランだったら、そんなにゆったりね、時間を過ごしたりとか、じっくりね、手間をかけた料理っていうのは味わえないような感じがしますよね。実際そうかもしれないですけども、だからこの数字とね、金額の組み合わせっていうのは、絶妙なバランスっていうのがやっぱり必要なんですよね。単純に数が多いとか、金額が高いとか、安いとかっていうことだけでは測れないものがあって、やっぱりこの組み合わせっていうのをね、絶妙にして、この内容とこの金額っていうのが、すごいね、いい関係になってくると、これが非常に売れるし、お客さんにも響くということがあるんですね。だからよくここの部分、価格っていうのは経営そのものであるっていうふうに、まあ、昔からよく言われるんですけれども、まさにね、その通りでして、金額をどういうふうに決めていくかっていうのは、まあ、その経営者のね、腕の見せ所というふうにも言われたりしますが、要はね、そういうことでどういう内容のものを、どういう金額で、何人の方に提供していくのかっていう、この辺のバランスが、実はね、すごくいいと、ある程度この辺がよくできていると、ある種のね、そこがステータスっていうか、まあやっぱりね、それが特別な空間であったりとか、お店であったりとか、提供者であったりとかっていうふうに見られるようになっていくわけですよね。まあここを工夫することで、揺るぎないステータスっていうのを生み出していくことができますので、ぜひですね、ここっていうのは、まあ大事にしてね、しっかり作り上げていくのがいいと思います。で、次に3つ目のポイントに入っていきたいと思いますけれども、この3つ目、商品サービスの質を極限まで高めるって書いてありますけれども、やっぱりですね、そもそもこの商品とかサービスがね、いいっていうことがね、何事にも勝る大前提になるっていうことなんですが、これってね、単にその商品サービスが、まあ、クオリティがいいですよとか、高いですよとかっていうことじゃなくって、本当に素晴らしいとか、お客さんに感動を与えるとか、まあそういう次元までできたら高めていくっていうのが、
この市場でね、まあ、優位性を持って勝っていける。ブランドとしてポジションをね、確立していく。そういうことに直結していくということになるわけですね。まあ、誰しもですね、商品サービスの質がいいっていうのは、まあ、今時だったらまあ当たり前であってですね、ただ単に質がいいとか悪いとかっていうことじゃなくって、できればというか、その市場で勝っていったりとか、残っていったりとか、継続してね、成功していくっていうことを考えたら、やっぱりですね、他にはない独自の価値が、その商品とかサービスとか、まあ自分のブランドであるとかっていうのに、備わっているかどうかっていうのを非常に気にしてね、作っていってもらえたらと思うんですね。それがあれば、まあ生き残っていくことって可能になりますけれども、それがないとですね、どうしたって価格を比べられたりとかね、内容を比べられたりとかっていう中で、まあ次第にね、負けていってしまうっていうことがありますよね。で、そうならないためには、やっぱり、この独自の価値っていうのを自分のブランドに持たせる。商品サービスに持たせる。こういうことをね、極力ね、やっていくっていうのが、まあ非常に重要になります。で、それを考えたらですね、単純に数字を追うとか、価格が安ければいいとかっていうのは、まだまだね、足りないっていうことが、まあなんとなくね、分かっていただけると思うんですけども、まあこのね、今言ってきた3つのポイントっていうのをしっかりね、押さえていくことで、単純なね、そういう数字とか金額とかっていうことだけじゃなくてですね、ビジネス全体をどのようにね、設計していったら、まあ独自のね、価値を持つブランド、商品、サービスっていうのを作っていくことができて、そして市場でね、生き残るっていうことだけじゃなくって、長く繁栄していくことも可能になりますし、お客さんにね、提供していったときに、お客さんもそれに対して、非常にね、好きになってもらって、満足してもらったりとか、喜んだりとか、幸せになってもらえると、ということになってきますし、そういうね、相思相愛のビジネスをやっていくことで、まあ、提供者側も日々のね、ビジネスが、まあ、楽しくなっていきますし、まあ、仕事っていうのはね、まあ、常にね、日々やっていくものじゃないです。なんで、その中で、まあ、非常に幸せな人生、非常に幸せなビジネスっていうのを、まあ、作り上げていくっていうことが、まあ、可能になりますので、ぜひですね、今日お話しした、ポイント、3つのポイントを、まあ、あなたのね、ビジネスに取り入れて、そして磨き上げていってもらえたらと思います。それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、菅井浩二の YouTube チャンネルまだ登録してないという方は右下の赤いチャンネル登録ボタンの方を押して今すぐ登録しておいていただけたらと思います。その隣のね、お知らせのベルマークの方もぜひクリックしておいていただけたらと思います。あとですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、集客や売上アップをね、動画マーケティングでどんどん実現していく、そういうね、やり方についてお話ししていますので、下のね、概要欄の方にメルマガ登録方面の URL がありますので、ぜひですね、そちらの方からあなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと無料の動画講座の方もプレゼントしておりまして、そちらでですね、理想のお客様をね、どんどん引き寄せるための重要なお話をしていますので、そちらもね、ぜひご役立ていただけたらと思います。あとですね、 LINE 公式の方でも気軽な感じの情報発信をどんどんしていますので、そちらもね、下の概要欄の方に LINE 公式への URL がありますので、そちらの方からね、登録をしておいていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。